ゴルフ道場加藤、バーシモン加藤です。中古クラブ志田検証、今回はですね、ヘッドというよりもシャフトにちょっと注目です。一応ヘッドはこちら VIQCL12.5 度、これ分かります CL って、レディースです。レディース、ついにドライバーもレディース買っちゃいました。ただこれはこのヘッドじゃなくてもうシャフトで買いました。こんな色のツアー ED 皆さんご存知でしょうか。はい、まあ、ツアー ED だっていうのはこの柄でわかると思うんですけど、はい、ではお見せします。これどこまで見せていいんだろうな、ちょっと遠目に行きます。はい、シリアルナンバー映んないように映しております。プロトタイプでございます。グラファイトデザインツアー ED プロトタイプで、一応 R ですね、 R で、もう全く詳細わかんないんで、とりあえず振動数は測ったんで後で下に入れときますね。これをね、ちょっと打ってみたいと思います。 12.5 度なんでロフトはかなりあるんですけど、まあ、ヘッドはね、今の私のエースのプロギアの T3 ブルー、これ今もう一本持ってるんで、そっちにこのシャフトを入れようかなと思って、いろいろと考えております。ちょっとね、とりあえずこのシャフトでどんな球が出るのかっていうところで打っていきたいと思います。プロトタイプですね、多分シリアルナンバーからして、まあ本当に支給品だったのかなみたいな感じですね。で、女性の、想像ですけど、女性の結構触れる方がこのシャフトをいただいてこれをつけたのかなというような感じですね。私のキャロウェイのサンプラスと、まあ、コンマ5インチ、0.5 インチって違うぐらいですね。結構短いですね。バックルした感じはかなり硬くて、この辺全然カチカチですね、手元が。マンチ OB です。でね、硬いシャフト打つとね、ちょっとね、あちこち痛くなってくるんだよね。で、まあ、ヘッドのせいもあるんですけど、硬いシャフトの方がああやってパーンって来やすいんですよね、私のスイングはね。私はすごいね、軽いんですよ。軽いから触れるのは触れるんです。だからヘッドスピードはね、なんかどんどん上がってきますね。
ちゃめちゃ吹き上がりましたね。一番綺麗なボール。あんな変なチョコリンなスイングしてまっすぐ行きましたね。あこれなんかしてるわけじゃないんで、なんか痛くなるんで、この衝撃でね、痛くなってくるんだよね。だからね、もうやっぱ痛くなるってことはよくないんで、もう硬いの使わなくなったんですよ。ちょっと硬いわこれ、硬い。こんな顔ですね。こんな顔。こうか。はい。ちょっと硬いわ。そんなわけで今回は、このプロトタイプっていうこの刻印に、釣られて買ってしまった、ツアーステージの VIQCL レディースヘッド。レディースヘッドにプロトタイプのシャフトが入った、クラブを試打検証しました。私パーシモンカトンは、硬いシャフトはもうダメです。柔らかい方がいい。ダメ、もう硬いシャフトは買いません。もう検証もしない、決めました。硬いシャフトの検証が見たい人は違うチャンネル行ってください。パーシモンカトンでした。